私の好きな味は迷いますけれども、のり塩か、あと片揚げポテトですね。美味しいですよね、パリパリ硬くて、うん、皆さんはポテトチップス召し上がりますか？コンソメパンチがスコと、私もスコですいろんな味ありますよね。あとはあのハバネロ味とか結構昔好きでした。口の周りちょっと痒くなったりはしますけれども好きでしたね。あとあのスッパムーチョとかしょっぱいものも好きでした。コンソメパンチが一番好きと。あ、コンソメ人気ですね。ポテチは結局塩。おー、あとは結局薄塩と。塩がやっぱり人気なんでしょうか。自分はコンソメが好きですねと。ポテチの論争ありますよね夜に食べるポテチ最強説と。わかりますよ、私もあの翌日が休みの時はポテトチップス買って好きなアニメとかゲームしてますね。九州の醤油3週くらい回って薄塩に戻るとローテーションですよね、やっぱりね。うん、コメントでも届きました。サワークリームオニオン一択、たまに見かけますけれども結構レアじゃないですか。幸せバターが好き、可愛らしい名前ですね。それは何のポテチなんでしょうか。幸せバターっていうのがあるんですか。薄塩一択、皆さんお詳しいですね。幸せバターで幸せになれるんだって私も購入したいなと思います。ピザポテトしか勝たん。あ、お腹すきましたね、この話をすると。薄塩でと。のり塩も捨てがたい。あと私あのポテチっていうよりじゃがりこも好きなんですけれども、じゃがりこはサラダ一択ですね。サラダがすごく好きで、チョコにコーティングされたポテチが好き。北海道のロイズチョコチップスですか。あれ美味しいですよね。私はあのお土産でいただいたらテンションの上がる内容で1位から3位ですね、私の中で。ポテチ食べた後の罪悪感、いや、いいんですよ、ちゃんとチートデーを設けて頑張ったご褒美に食べるのはいいんじゃないでしょうかね。まあ、週の真ん中水曜日ですので皆さんも何かプチご褒美を自分にプレゼントしてもいいかもしれないですね。